でも深井なんかでも本当に意外だったね、こんだけ思ったよりマジで持ってきてくれて楽しかったですね。いやもうこれからガチのリアル一本取る気しね、俺らリアル一本リアル一本、あの、いや、ガラメインいや、じゃあ、オフ会の本当に0人席だったんですよ。今日出る人、本当にメインチャンネル今日出るからねお願いしますよ。自撮りもあるでしょ。いや、持ってるよ。あ、OK、では何個界隈で一番あ、今日、え、ライテンちゃんさん出てもらっていいですか。いらんでん。え、あ、待てった俺じゃないよ、それ、アキだよ、それ待って待って、え、ナルティーっすか、マジであの、僕じゃあ、エライテンちゃんですって。最悪な人間なのこの人。あ、でも一応、ちょっと嫌だ。来年から普通またバイトスイッチやってるよ。はい、今日も来ていただきましたみたいな。そうですね。あの彼のそのハイドムタですよ。はい、どうもエラテンです。エロテンチやエロテンチョン。いや、オープンじゃエラテンとツッチで、はい、どうもはい、どうもエロテンです。メガネかけてなかったらかっこいいからな。かっこいい、普通に二人で顔、鼻高くて。まあ、整形、整形っすけどね。え、どうですか。あ、もう一郎さんだよ。あ、さっき言った整形一郎さんって急になんか焼肉のオフ会でめっちゃ綺麗ビビった9万どんだけ変わったのみたいな。学校系ちょっと全然違くないんだな。11万が9万やっぱ二人いいっすね。そうなんですよ。コスパが一番いいっす。痛くなかったですか。あ、痛いっすよ。痛いっすか。痛いんだ。いや、まあ耐えられる痛さっす。あ、でも、あの麻酔が痛い。そうそうそう、ここら辺に打つんだよね。そうなんですよ、なんか麻酔をすれば痛くないって言われるんですけど、その麻酔がめっちゃ痛いです。で、でもここにキューって針がかかって、なんか刺さってるか分からない。ちょっと怖いな。あ、でも耐えられる。耐えれる、全然耐えれる。耐えれる。鼻とかもそれであれだよ、女の子、あれだよ、300人だけだよ。そこからの性格確定がやるんですけど、マッチング率が。いや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 、やってみないと分かんないからね。そうですね。その時にだけ確信があればやるんですけど。ダメだ、それは。ダメだ、そんな確信ないよ。実際マッチング率倍ぐらいやってびっくりしたわ。Tinder ですか。あ、ディフォー Tinder。あ、そうです。やっぱ顔大事だ。言うて顔だわ。いや、兄さん、マジでいつもありがとうございます。リアルに。いや、ナンパはもっと早くしてる。マジで使ってますよ。本当。リアル。中学生ぐらいからやりたかったです。いや、本当。ナンパ。いや、俺、中高もう超陰キャ、男子校で。まあ、てかもう助かってるか、もうリアシップ嬉しいんですよね。普通に。それが効果的面っていうのかどうかっていうのは現実に想像してる系の人間だよ。あ、そうなんですか。俺を分かってるっていうのはイチャンネルが甘いなんで、俺の発信全部転用可能なんで。一気に IPS 言ってるつもりなんですよ。いや、自分で分かります。マジで。あのね、まあ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 見て先にナンバーステック買ってる。そうです。全然100いいんだよな、いつも100円。ああ、5円7円。税金どれだけします？どれだけします？あ、さあ、やっぱ俺がしよっか。あったんですか？あの、それで2、3年持てば18歳になるわけじゃない。キープしとけば、キープするのいいと思います。はい、満たされてる。あとまあ LJK だったらまあ18になってやっぱやれるんで。ああ、そっか。なんかインスタでなってたの。そうですね。あと個人的に始めた。ただその本当に彼女と女をどう整形？でも上位プレイヤーと結構整形してきて全員同じ思考なんですよ。もう本当にリアル。みんな同じ言ってるの。だから僕の思考で俺がふざけてんだよ。どういうことですか？全員と同じ思考なんです。ガチで。結構さ、そうでしょ。おお。そうなんですか。まあ、ちょっと後だね。ブサイクを整形すれば全部解決じゃない。まあ、ないけど、その整形してるの困らない人もいますよね。そう、西川全員とかも。失恋の子が整形すればいけない。別の子は同じ。自分のブサイクしてないだけ。あれね、そういう事実。分かるでしょ、あったら。本当みたいな感じ。男に対しても、女に対しても。それで一番見ると。あ、そう、男もダメだね。秋がね、嫌われない。整形全然。ツーシートしか見えない。俺はね。意外とセットでいいのも、病院名とか見てもいいですか、整形したところの。もし、流れてる可能性あるじゃないですか。品川美容クリニック。流れてる。品川いっぱいあるんで。はい。おすすめです。あれやめたらブロックしたんですか。品川って言ったら商標っすね。あ、LINE ね。実際品川にはないみたいな。でも品川実際、富裕層多いじゃないですか。だからちゃんとしてるところしょうがないっす。ああ、なるほど。そこ込みで、それで、浅すぎると怖いんで。でも、全治そこに対して気がつかないです。これもう、病院で人のことを2分嫌うんですよ。ちょっと迷いますね。すごい、今日さ、こうやって、絶対は一応高いじゃん。やっぱりですか。手取りやってるんですよ。怖いんですよね、やっぱり。言ったじゃん。ああ。
怖くなかったですか、怖くなかったですか、整形って。これ終わった後腫れるんですよね。いやマジでオッケーマジでみたいな、いやそれじゃ腫れちゃうどこかにみたいな、はい、伝え始めたよねみたいな、会社に行きたいよね、みたいな。あれやだよね、みたいな。赤くなって。それを…あれっすね。マジで思った。マジで。治るって。なった3日勘違いしてるんじゃないの、晴れぐらいにちょっとびっくりした。それ違うんだよ、みたいな。なんか中の感じ、大丈夫なんですか。実際1日治ります。へぇー。治ったらなんか1ヶ月続くみたいな。違うんだよね、あれね。3日で治った。3日で。へぇー。まあ、ちょっと、とりあえず僕が言ったところ。あのね、アスペルガー症候群ね、送るとこにあるんですよ。クリニック。なんかさ、無理なんすよね。アスペルガー。いやいやいや。いや俺マジで、だいぶ愛があると思う。いや俺理解してるよ、マジで。いやこんな来てくれてもらったっすよ。いやマジで100万円も買ってよかったっすよ。はい、え？すいません。あの、一度とアスペルガー症候群なんですよ。もう金払わんすよ。じゃあすいません、あのカズさん、はい、120万円マジっすか。はい、ナイス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 。ナンパする上で必要な手…あ、4つっすよ。ナンパする上で必要なトークテクニックはもちろんのこと、ナンパ通り日本一特化したオンラインサロン、エスプレサロンを2980円でやっておりますので、最後まで行くと嬉しかったもん。ナンパするぞ、今日はでも思ったことしたかったんですよ。帰ってる時に思ったんですけど、700円ってちょっと高いだと思ったんですよ、正直。ごめんなさい、700円。あのドリンク、ワンドリンクがこだからもうちょっとそのジンジャーこのキングアポスト一人当たりなんか安くできるんで、マジでチャージリアル、はい、チャージとコーラちょっと今日高かった、狭いのよ、ちょっと高くしたいジンジャーでもゼロだと思ったんで、チャージとあとチャージはあまですあ、普通に来た来たよ、次は七六アタックトロフトすいません、ありがとうございます。もうちょっと安できるかな、マジでリアルマジで申し訳ない。じゃあ今日来た年齢層とチャンネルの主要の年齢層合ってました。合ってああ20から25だったらやっぱそのくらいの子たちのお小遣いレベルに合わせるのがいいでしょう。だから700円調子ちょっと少ないっすか。どうだろう、俺の感覚だと安いな。あ、でも、それだけだったら500円で1000円。じゃあ、ありがとうございます。よし、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。